ほい、今週も登っていきます。なんか今日は天気悪いですね。今日めっちゃあったかいんですよね。なんかもうダウンやめてマウンテンパークになっちゃいました。それで今日週末頑張っていきたいと思います。ちょっとなんか最近仕事が憂鬱ですね。なんか疲れちゃうよな。なんかかなりプレッシャーが半端ないっていうか気を張ってる感じですね。とりあえず一旦帰ってちょっとやることあるんで、ちょっとそれやってから多分ジムに行くと思います。今日スクワットできるかな。ちょっと若干まだ腰違和感あるんですよね。はい、ちょっと様子見で考えてジムに行けたら行きます。とりあえずちょっと寒いな。もうとりあえず帰ります。さあジム行きます。でスクワットやりますよ。スクワットちょっとたまには気分変えて電車乗って違う場所行ってみたいと思います。はい、とりあえず移動します。意外と腰大丈夫でしたね。いやー、足トレ最高。マジ足トレはやっぱいいよ。やっぱ筋トレって感じですね。はい、超充実してた。腹減った。飯食いましょう。飯腹減った。今日はめっちゃ寒い。今日も頑張っていきます。今日頑張ってきて思います。はい、今終わりました。はあ、疲れた。ちょっと今日あれなんですよね。なんか嫁が飯を豪華にするっていうことなので、ちょっと筋トレは軽めにやっていきたいと思います。まあ、ベンチプレスだけ、いつものシングルベンチをセットだけやって帰りたいと思います。まあ、ちょっとジム行って帰りたいと思います。もう終わっていきます。寒い。なんか急にまた寒くなりましたね、マジで。はい、それで
今日はちょっと仕事定時上がりさせてもらって、仕事終わってすぐ歯医者に行きたいと思います。まあ、定期検診ですね。別に特に歯が痛いってわけじゃないんですけど、まあ、それ終わった後ジム行きたいと思います。まあ、そんなんで今日も仕事頑張ってきます。それで帰りたいと思います。家帰って歯磨いてから歯医者行きたいと思います。虫歯もなかったし、まあ、ちょっと歯周病みたいなのができてて、それの治療だけしてきました。はい、ってことで準備いきます。いやー、リストバンド忘れちゃいましたね。でも意外とセットはこなせたんで良かったですね。ちょっとリストバンドとか頼らずに、なんか GB 上げれるように練習しようかな。ね、なんかちょっと今までなんか手首壊れるの嫌だなと思ってリストバンドつけたんですけど、なんか編まなくてもいけるかなってふうに思いました。ちょっとメニューはいろいろ考えていきたいなっていうふうに思います。とりあえずお腹空いたんで急いで帰りたいと思います。おはようございます。おはようございます。もう寒くて死んじゃう。ちょっと今日はですね、筋トレお休みして仕事終わった後、酒チューブの撮影をしていきます。はい、ちょっと今日も見て大変なんですけど、頑張っていきたいと思います。ちょっと残業する予定じゃなかったんですけど、普通に残業してましたね。とりあえずこれから酒チューブの撮影に行ってきます。あ、疲れたな。ちょっとパパッと終わらせて、酒チューブの方もさっさと終わらせて帰りたいと思います。はい、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。
なんとかできた。もうなんか3時間、4時間近くいましたね、自分。しんどかった。じゃあ、もう帰って、もうすぐ飯食って寝ます。はぁ。はい、じゃあ今週も終わりということで。ちょっと久しぶりに、先週ちょっといろいろ腰壊したりとかしてトレーニングができなかったんですけど、今週は、まあ、平日だけで4日か、まあ多分このまま土日休むんで、多分今週は4日で終わるんですけど、まあ一応スクワット、ベンチ、デッド全部できたんで良かったかなっていうふうに思います。はい、まあちょっとあまり変化がないルーティン動画になっちゃうんですけど、まあ、今はもう着々と 4月予定の神奈川パワーリフティング大会に向けて頑張りますので、引き続きよろしくお願いします。はい、あとちょっと今頑張って毎日ショート動画も上げてるんで、ぜひそっちも見て、あのいいね押していただければと思います。はい、ということで今週はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。また来週お会いしましょう。